力が全てを支配するルールレスな世界、ウィーモーションプラスが全く新しいアクションの嵐を巻き起こす。嵐を巻き起こす力、それは空を切り裂く刃と銃弾。そして物語の結末を作るのは君だ。舞台はアメリカ。悪に支配されたこの町カルデラに希望の光を灯すのは一人の男と、男が死から受け継いだ空刀だ。悪から民衆を守る謎の集団クサガニの一員である主人公として、プレイヤーは眼前の敵を倒していく。主人公の武器はその手に握られし刀と銃。ウィーモーションプラスが生み出すダイナミックなアクションと様々な技にプレイヤーは魅了されるに違いない。プレイヤーの微妙な動きが伝わることで生み出されるラッシュやストームをはじめとする技は、前後左右さらには上下に対して攻撃を加える。これを使いこなすことで四方から襲いかかる敵を打ち倒すことが可能になる。離れた相手には銃での一撃を食らわしてやろう。この銃もアップグレードでき、その種類によって発射速度や射程、破壊力が変化する。状況に応じた使い分けが生死の境を分けるのだ。そして道場で習得した草刈りの型により敵に決定的なダメージを与えることができる。刀と銃の組み合わせが全く新しいアクションの世界をここに誕生させた。ウィーモーションプラスが実現した体感的な戦いが、和の要素を取り込んだ魅力的な無国籍ワールドの中に炸裂する。レッドスティールがそのスキルを大幅にアップし、より多くの謎をはらんだストーリーと共に帰ってきた。スピーディーで緊迫感にあふれたブレード&ガンアクションの世界に身を躍らせ、圧倒的な爽快感に包まれながら、今こそウィーモーションプラスで撃て、そして切れ。レッドスティール2。